シンは日本の女性ボーカルユニット。所属はディアステージ。レーベルはアイブルー。シンはロシア語で青色を意味する。2016年末にジョイサウンドとディアステージの共同オーディションで選ばれたメンバーにより2017年6月25日のディアステージショーケース2017でグループ結成を発表。同年夏には六本木アイドルフェスティバル2017。 東京アイドルフェスティバル2017にレーベルメイトのピンキー、ノーラペトラのバックダンサーとして出演。11月1日に定築とスマイルカンパニーによる合同レーベルのアイブルーからシングルフィナーレ・エンドでメジャーデビューした。2018年4月にリリースしたセカンドシングルハリボテはメンバーの心情を描いたかのようなロックナンバーでユニットのアンセムソングとされる。 同年9月から2019年3月にかけて、メンバーそれぞれのメインボーカル曲として、両 A 面シングルを3枚連続リリース。ドラマ仕立てのメガボルトを作る、エンジマ、スウィーニープロジェクトでは、演技にも挑戦した。2019年2月、初のワンマンライブ、リンクツーブルーを完売して、下北沢ガーデンで開催。同年6月、初のフルアルバム、タブラジュアをリリースした。 9月、品川インターシティホールでのセカンドワンマンライブ、プレイフォーブルーも完売して開催し、また2部制の一部では、縁島、新完全版を上映。11月には、初の単独ツアー、新ライブツアー2019から20のパレードマイナスを各地で完売しながら、成功に収めた。12月、桜坂が、病気療養のため卒業。2020年1月、 公式サイトと公式ファンクラブを開設。3月に予定されていたライブツアー、プリドーンブルーがコロナ禍で全公演中止、一度延期され中止になった東京公演が行われるはずだった4月27日に、シムサードワンマンライブ、プリドーンブルーテイホーム公演と銘打って、ツイッター上で運営が、セトリを一曲ずつ公開し、ファンがそれに合わせて、 自分で音源をかけて楽しむというエアライブ企画が行われた。7月25日に横浜ベイホールにて無観客のストリーミングライブオーディナリーブルーを2部制で開催。2部では初のアコースティック編成でのライブが行われた。10月28日にヘアビュータイにてストリーミングライブリブルーを2部制で開催。ストリーミング配信メインだったが若干名観客を入れ入った。 一部では、リミックスやダンスナンバーなどを中心に一味違った、シーンを披露した。12月23日にシーン初となる EP、0F4C81 をリリース。メインソングライターである、渡辺翔のほか、青山幸子、草野花吉、東美洋、モルマイナス74といった初顔合わせとなる、アーティストによる提供楽曲を全4曲を収録し新たな一面に、 挑戦した。2021年1月26日、先の騒音が病気療養のため卒業。4月10日にヘアビュー隊にて有観客でのホースワンマン、ブルースプリングを2部制で開催。一部アンコールにて、新曲、青合わせと新衣装を初披露。新曲を引っ下げて5月から6月に、東名阪ツアー、新ライブツアー2021、青合わせ、 マイナスを開催。最高位はオリコンチャート週間ランキングによるもの。ありがとうございます。